だけどもう広告はもう全部自分でデザインするようになったんですよ。じゃないともうちょっと変なのつけてして禁止案件。ああ、もうそのイメージになるやろうが、センスがね問われるもんね。そうで、それで初めは分からんでね、うん、そう、あ、質屋さんの広告ってこんなもんなのかなって、うん、もう母がね、いやもう目立っとかないかんなとかで、ここそうかなと思って、いや違うよ広告、うん、やっぱあんなロゴとかね、あんな文字ね、買うとかほら一流のやっぱ会社のあるとか、うん、デザインしてあって、もうパッて見たらどこって分かる。ミスタードーナツからなんか全部ね、モスバーガーでもそうやけど、ね、マクドナルドもこうなっとったらもうほらマクドナルドで分かるじゃない、ね、だけど、あ、なんかロゴって必要だなと思ったんですよ。でその時にもう、うん、でそれでね、こうほらこうなんか一生懸命仕事しようけん、どうしてもほらなんか女性がこうあれしよったらなんかこうほら肩肘張ってこう感じやない、うん、だけその女性らしさを忘れないってこともすごく大事やけん、アールヌーボーって曲線美やけんね。でそれで、あ、アールヌーボーからデザインもらおうと思って、でそれでこう見よったら、でパッと見た時にほら自分は楽器弾けんでも、あのバイオリンからほらあれとかの、この 音が出るとこのあの感じっていうのはなんかほらイメージ的にみんなね、うん、すごいと思って、あーと思って、そうそうそう、それでパートナーで H をこう紹介で、なんか垢抜けてるな、あー、ありがとうございます。もほらね、後ろこれね、でお店もほら通るたんびになんかすごい垢抜けてる、質屋さんっぽくない、なんかブランドショップ、セレクトショップみたいで、なんか垢抜けてるなと思ってた。いや、でもねこの頃はね、うん、ほらあんな感じのほらあの土壁の昔からのなんかほら、うん、ね、あの時間がな、あのもうすごく歴史のある建物っていうのをやっぱ皆さんいいなと思われてるじゃないですか。だけ昔ながらの のれみたいになっとったら古い感じがするけど、逆に今度建て替えたらそんな風になっとったらなんかね、今度はまた古くて新しい感じがするかなと思いますね。ね、うん、そう、わかるわかる。だけどそれにしてしまったら宝石とかね見るっていう感じだと、だけどあんまりね、あんまりピキピキすぎるとなんかちょっと入りづらいから、そこら辺がね、うまい兼ね合いがあるでいるでしょ。なんかセレクトショップみたいな感じやけん、ポッとこう入れるような感じ、うん、そうかなって、そうそうそうと思いながら、だけどなんかだんだんね、ちょっと凝った感じにしていくとやったら、だけど凝りすぎとったらやっぱみんながね、やっぱちょっとこう、うん、ねほら、でもなんかクラシックな感じの、ちょうどほら鑑定じゃないけど、いいものを大事にしてるっていう雰囲気をしてたら、どっかがね、いい感じしていくとみんなが真似しだしたりするんですよ。だけどうちって一応信頼の青で、うん、青にしとっちゃうけど、うん、この辺に青い看板多いのはね、こないだいかんけど、おかもしれんけど、私とこの影響を受けてみんな青を使ってるんですよ、この辺の人って、うん、でもこれね、青はね、グリーンが初めて会った時に綺麗に完成するんですよ。だけあえてグリーンを使ってないのは、ほらあの草木が生えてると緑ね、はいはい、本当の緑、はい、葉っぱとかね、はい、そんなのがちょうど会った時にちょうど調和するようにと思って、ね、そうそうそう、ロサンジのお皿みたいなイメージでわざと青だけにしたんですよ。かわいいね、相変わらず。相変わらず。